そんなお二人にメジャーデビューした10年前と現在を比べて、うんうん、今変わったことをフリップに書いていただきました。はい、休日の過ごし方です。はい、はいはい、じゃあ春菜さんからお願いします。じゃん、はい、じゃん。おデビュー当時はとにかく渋谷にバカ丸出しの答えです。わかります、わかります。で現在10年経ってドライブ、はい、車を購入しました。大人やね。ちなみに車は何を買われて。ワーゲンのニュービートル、うん、あ、かわいい。あ、そうなんだ、かわいい、ね、かわいいですね。やってる、やってる。でドライブに。ドライ最近はそうですね、ドライブよくしてます。どこに走る。でもなんか箱根まで行ったりとか、横浜の方まで行ってみたりとか、ディズニーランド行ったりとか、まあ、そんなに遠くな い, いやでも2時間とかで。そのぐらいの感じになるよね。そう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 、箱根横浜は多くなるんで。